皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はスタッフさんが韓国に行ってて、韓国のお土産を買ってもらいました。じゃじゃーん。ということで一つずつ紹介していきたいと思います。まずはこちら、これは前のあの激辛食べたやつ、明日の概要欄に入れとくんで、この激辛のチーズバージョン、あ、ブルダック炒め麺チーズですね。はい、これブルダック炒め麺のチーズです。と前のブルダック炒め麺のチーズバージョンが出たということで、チーズの方を今日は食べてみたいと思います。まあこれも多分激辛だと思うねんな。でもチーズによってまろやかになるんかな。でも見た目バーリおいしそうやねんな、これ。とこれがなんかコンビニに売ってたらしいねんけど、めっちゃ面白くない？絶対わからへん。バリバリ密封されててさ、ほら何が何だかわからへんというものを食べてみたいと思います。じゃあまずこっち開けるわ。おー、オープン。なんか粉と、落ちた、粉と液体、あ、これがチーズなんや。へー、粉チーズってことかな。じゃあで、これに麺を入れて、ここの開け口から、今開けたらあかんかった。じゃあ先にこれにお湯を入れていきます。で、はい、入れていきます。で、お湯を入れて4分待ってる間にこれを食べたいと思います。これは韓国のコンビニに言ってたらしいねんけど、まあ開けてみるな。何なんやろな、一体。ちょっと待ってよ。うわ、イカの匂いがするぞ。すげえ、なんか、見えるかな。これなんかな？ちょっと待ってよ。やばない、これ。すっげえ。でもな、タコかもしれん、やっぱこれ。じゃあちょっと、一つ食べます。いただきます。うん、うん、うん、タコやこれ。絶対多分お酒飲む人はいいと思う。お酒のおつまみにぴったり。ちょっとピリ辛が入ってて、味も濃くてしっかりしてるし、なおかつ噛み応えがあるから、で、タコの味もしっかりしてて、すっごい美味しい。これ美味しい。じゃあこっち、次こっち食べてみまーす。これ多分辛いんちゃう？これがイカか。あ、じゃあ両方イカなんかな？タコとか言ってるけど、これイカなんかな？これでもなんかイカが気にしてきたな。でもイカに見えへんからな。もしかしたらイカかもしれん。絵的にイカやもんな。スタッフさんはイカって言ってくれてた。これ、やっぱイカやわ、これ。なんかな、開けた瞬間のこの感じがめっちゃおもろい。ひっついてんもんだ、なんかもう密封されすぎて、この形になって持ってんもん。じゃあ一つ取ります。これしっかりイカや。いただきまーす。ほら、うん、うん。やっぱこれがイカや。こっちタコな気する。うん。うん、うん。美味しい。これめっちゃ美味しい。なんかこう、こっちの方が辛いんかなって思ったけど、そんなこともない。こっちの方がちょっと炭っぽい。なんかイカの炭っぽさで、結構渋めの味で、こっちの方がなんかちょっと若者向けって感じ。こっちはおっさん、どっちかっていうと紫の方がおっさんっぽい。これめっちゃ美味しい。うん、やっぱタコとイカや。そんな気がする。いや、青、これ結構なんかめっちゃ気に入った。どっちかっていうと赤の方が辛く感じるな。すごいな、韓国、日本に味近いわ。美味しい。じゃあ、あと少し焼きそばを待ちます。水飲もう。この水を今から一気に飲みたいと思います。
出たか出た出たかーい。飲んじゃったな全部。今から激辛食べるっていうの飲んじゃった。うわ、ドッジボールしてからな、ちょっと首がね、やられてるんよ。なんで白大嫌い、ドッジボール絶対やりたくないって言ってたのに。 How many トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルブブビフォーヘイ。あ、そんなこんなできました。ありがとうございます、ありがとうございます。それでは早速いただきたいと思います。まあ、青が食べてる間はちょっとスタッフさんにこれを食べていただいてね。はい、美味しかったです。え、これ何これ。イカとタコです。多分そうです。普通に美味しいじゃん。うん、めっちゃ美味しかった。まあこんな感じでね、普通の麺です。具なしです。韓国って具なしなんかな、これだけなんかな。多分さっきこれ入れると思う。これもなんかチーズの絵が描いてるから。これ辛いじゃないですか。あ、そう、いいの忘れてた。これピリ辛です。結構飲んでません、これ。結構辛いですか。結構辛い目じゃないですか。あれ、あ、ピリ辛、みんな辛いらしい。あの味覚バグってるから。これ絶対辛い元や、あの辛い元みたいな、味の元的な、絶対そっち系や。よいしょ。もう色がだって辛いもん。ほら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 。でもな、このナップルタクトのやつな、麺が美味しかった気すんねんな。この前に、はい、食べためっちゃ辛いやつあったじゃないですか。はい、はい、炒め麺。今回のお仕事で行ったその韓国のコスメメーカーの、はい、スタッフの方のは、あの前の辛いやつが、うん、病みつきになって箱買いしたらしいです。すげえ。でも一杯目食べた時は、はい、もう頭痛したらしいです。頭痛したんや。でもまたすぐ食べたいってなって、はい、箱で箱買いしたらしいですよ。え、それずっと食べてるんですか。多分そうだと思います。やばー、それはちょっと無理やな。すごいな、箱買いって。と、そんなこんなで綺麗な麺ができております。で、ここにチーズをかけたいと思います。見ました、青。あのね、チーズタッカルビ、はい、食べたくてスクショしてたんですよ。そうしたら食べに行ってて、もう目ん玉吹っ飛んだ。青のチーズタッカルビ言って、あれね、めちゃくちゃ美味しかったです。うわ、いいな。辛いのも、はい、辛いのまあそんな苦手じゃないですか。はい、あの辛いのは弱い、はい、波、はい、強いってこう選べるんですよ。そうなの。一番弱いのにしてもらって、はい、だからちょっとまあ食べてやっぱ辛いです。ピリ辛でちょっと辛い麺ですけど、はい、チーズと、はい、チーズの中にプルコギが入ってるのが、プルコギ、ああ、はいはい、そのお肉ちょっと甘いんで、はい、いい感じ。いいな、チーズトロットロしてますよね。チーズトロットロしてます。あ、もうそれがほんま食べたすぎて、もうなんかホットプレートでできるかとかも探して。いや、ほんまにその前の携帯、今の携帯はまだもう入ってないねんけど、前の携帯の方にめっちゃ綺麗にスクショとかも、ほんまつい最近、もう何週間前に言ってたろ。やっぱ今回美月さん行けばよかったですかね。いや、もうちょっとショックで、インスタグラムで見てしまう。うわ、チーズタッカルビ食べてる思って。あれね、美味しかったです、ほんとに。あれ予想以上の美味しさでした。そうなんや。もっとなんかまあこんな感じかみたいな思ってたんですけど、はい、いや普通に美味しい。美味しいんですね。あれ本当は韓国のやつなんですか。最近日本にもあるじゃないですか。あ、韓国のやつじゃないですかね。あ、そうなんや。それがみたいな、サムギョプサルカルビみたいなやつがもともとそのああいう鍋で、はい、鶏肉とか、はい、なんかトックとかがわーって煮込まれてるお鍋で、うんうん、最近じゃないですか、あのチーズのああいうやつ。あ、はい、だってあの出てきて注意なんだ。あ、もうちょっと痩せたら食べます。はい。で、そんなこんなでね、できました。こんな感じで、これすべて麺。今持ち上げてる。下に残ってない。なんかな、あんまりチーズっぽくないねんな。多分あの納豆のあのペヤングの焼きそばとかも結構辛みあったやん。あんな感じな気する。まあ早速いただきます。これなんか絡み合いすぎやわ。もう全然すくえへん。いただきます。うん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 。
え、それってチーズであんま辛くないやつって勝手思ってました。だから久しぶりに水木さんに美味しいやつを食べてもらおうと思って買ってきたんですが、辛いんですね、結局は。だから、あの、チーズがこうまろやかになってると思ったら、やばい、これはすごい、こう韓国にしかほんまにできひんと思う、この辛さは。チーズが入ってるのになんでこんなに辛いんってぐらい、ほんまに辛い。これはもうほんまにめっちゃ食べてほしい、みんなに食べてほしいねんけど、ガチで辛い。うん、あれあれ、なんかこれ1本ずつ食べると食べれるけど、一気に食べたらなんか一気にブワーってきてんけど、で今なんかおさみが、おさみ痛みが収まって、今すごい食べれる、この感じや、この感じで、うん、うん、あれうまいぞ、あれちょ、辛いの残ってるけど、え、やばいやばい、なんかパニックや、やばい、ちょっと頭がおかしくなってきた。美味しいねんけど、辛いけど、何だろう、これ食べたくなる感じ、これは病みつきになるぞ、青もパック買いしようほんまに分かる、その気持ちが。え、でも美味しいけど本気で辛いから、青がほんまに食べた、入れた瞬間にズワーってなったから、多分普通の人からしたらほんまに無理やと思うけど、一回は食べてみてほしいな。あの麺洗ったら多分ほんまに美味しい麺になる言うでもだよな、同じなくなっちゃうでもなんかチーズがトロトロっていうより、チーズはこみりついてる感じやから、こういい感じにモッピング、コーティングですか、そうモッピングってどっから出てたコーティングですされて美味しくなるから、ぜひ皆さんも食べてみてください。韓国に行った方はこの2つと、まあこの炒め麺のチーズバージョンも食べてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。結果、チーズタッカルビが食べたー。